おはようございます。昨日ですね、東京の小田急線で、6人の方が、刺される、4人とも6人とも言われてますね。重傷の方が2人っていうことで、とんでもない事件が起こったんですが、3年前には新幹線で、1名の方が亡くなって、2人の方が怪我をされるっていう事件があって、これはもう大変な事件っていうことで、いろいろルールが変わったり、刃物を持ち込んではいけないっていうルールになったりっていうことなんですね。で、このことに関して私、懲役太郎で動画撮ってるんです。そのうちまたアップされるとは思いますが、こういったことが起こった時に、新幹線は駅から駅の間がっていうか、もう下手したら何時間も止まらないんで、いろいろ問題があるんです。で、結局もう密閉空間ということなんですが、今回は一般の電車、地方のローカル線じゃないもんですから、次の駅までの間は短いと言っても何分かあるわけですね。今回も駅のホームに降りる前で止まってるんです。緊急停止ボタンを押したのか、それとも犯人はそれを非常のところで押して逃げてると。刃物と携帯を置いて逃げてる。まあ犯人確保されましたけども、内容云々観音っていうことはまだ分かっておりませんので、私が言えるところではないんですが、こういうことがあった時、仮にこういうことが起こった時にどうするかっていうことだけ、お話ができればなと思うんですが、次の駅、これね、本当にね、まあ、時系列で言っていくと、まあ、自分の目の前で起こるっていうことがあってほしくないんだけど、自分の目の前で起こった場合と、少し離れた場ところ、数メートル離れたところ、隣の車両、入り口出口に近いところっていうことによって対応が変わるんですが、どんな状況、自分の目の前でその犯人がいたということを、隣でいたにしても、離れたところにいるにしても、共通して言えることは、必ず早く気がつくっていうこと、少しでも逃げる行動を起こせるっていうことををするとするやることをすることが一番ということならば、っていうか、もうそれしかないんで、しかないんで、携帯を触る、そして大きい音楽でイヤホンで聞かないっていうことですよね。いや、そんなって言うけど、言うかもしれないけど、こうやって身を守るにはそれしかないです。電車に乗るとき、道を歩くとき、もうスマホを見ながら、ながらスマホなんていうのはもってのほかで、じゃあ電車に乗って座っててもいいけど、別にスマホは使っててもいいけど、音が聞こえる、外部の音が聞こえる、イヤホンもありますし、音を大きくしなくて、常に周りを気を使う、隣に座ってる人、前に立ってる人、横にいる人が、男か女か年齢もわからないような状況はダメだっていうことなんです。そういうことも、習慣づけるようにしないと、こういうことが起こっちゃうよっていうことなんです。こういうこと気をつけてる人でも目の前でやられば防ぎようがないんです。もう事実こういうことが起こってしまったんですね。もう本当に被害に遭われた方には本当にもうし、あの気の毒としか言いようがないんだけども、じゃあ1メートル2メートル離れた時に次の犠牲になるようにするにはっていうことなんです。で、もう犠牲がないと止まれないっていうことですよね、これ。一人じゃ済まない。もう今回6人もっていうふうになってるわけで。じゃあ、この状態の中で、まあ気がついて、次の駅まで行って止まって、犯人が逃げ出して、駅から行って、ホームにいる人たちに切りつけるっていうこともあるから、本来のいろんな、ことを考えると、閉じ込めちゃった方がいいのかとか、いろいろあるんだけども、これどうにもなってかないですよね、もう。ということは、じゃあ、たまたま、その格闘経験があるような男性の人たちが何人かいて抑えるっていうことを、じゃあ男の人でなんていうことは、そういうことを考えててもしょうがないですよね。それは偶然の
で対処するしかないわけで、基本逃げるっていうことを考えないといけないですよ。いくら屈強だからって言って、刃物をそれが経験があるからといって向かってって勝てるっていう保証はないんですよね。たまたまその警察官って言ったって素手で行けれるわけがないわけで、まあものすごい人数で押さえつけたり、相手が刃物なんかの拍子で刃物が使えない落としたとかっていうことならまだしも、そういうこと考えるともうとにかく逃げるしかない。まあ実際、ニュースなんかの報道によりますと、もうパニックになってみんな違う車両にもう移動していくっていう、それはそうなるわけですよ。だけどもそれが、そのパニックになってる声が聞こえなかったり、一歩遅かったりしたら、今度はその群衆に飲み込まれて、下敷きになるとか、逃げるところが一方向なんで将棋倒しになるとか、そうなってくると本当に子供とか、まあ、この時間帯お子さんが乗ってなかったのは本当にまだ不幸中の幸いだったっていうのもあるけども、通学途中の小中学生なんていうことになったら、もねえ、まあ大人だからいいってわけじゃないんですよ。っていうことになると、もう二重三重の事故になりかねないということなんですよ。だからまだそれは良かった、良かったって言っちゃいけないな。でもそういうことなんですよね。で、こういうことが起こりうる、電車の中でこういう強行が起こった時にはもうどうにもならないってことが証明されてる、されてしまった以上、電車を使う以上は少なくてももうイヤホンとかもスマホをずっと見るってことはやめた方がいい。自分を自身を守るためにも少しでも警戒するっていうことをしなきゃいけない、もう世の中になってきましたよ。もうこの暑さもあります、このコロナ禍ということもあります、いろんなことでこの鬱屈した状況がそういうふうになっていってるっていうことですね。はい、防げる方法なんて何もないんです、実際こうなってしまったら。だけども気がつく、逃げるっていうことを1秒でも早くするには周りに気を使うっていうことしかないというお話です。以上です。